減少率日本一は伊達じゃないな。夕張市郵便局多すぎね。宮のこの23はこの建物やな。1960年って戦後20年だもんな。うわ、炭鉱住宅や。とりあえずセイコーマートで飯やな。7月の16日、多分ね、日本一周52日とかそれぐらい、53とか、まあそのあたり。今日はね、夕張市をざっと観光していきたいなと思って、夕張市、まあ、以前説明した通りではあるんやけど、1960年代に炭鉱で栄えた町で、で、今日本で一番人口減少率が大きいと。で、2020年の現在の人口が8000人やから、まあ、人口が40分の3ぐらいまで減ってるっていう感じやね。ものすごい減り方。でも減少率日本一は伊達じゃないな。40人いた1クラスの生徒が3人まで減ってるって考えたらもう恐ろしいよね。でね、夕張もね、それをね、真摯に受け止めてるというか、まあ、過去炭鉱で栄えてたっていうのを観光産業として使ってるっていう感じやね。栄えてた頃の面影をちょっと夕張市に漂う哀愁と一緒に見ていきたいなと。だから見ていきたい施設としては、まず夕張市炭鉱全盛期に稼働していた火力発電所がもう廃墟になってるんやけど、その一部が開放されてて、もし予約できれば見学できるっていうことやったから、まずそこと、すごいしょこの街並み。今でこそまだちょっとマシになったらしい。もうちょっと前はね、もうシャッタービリビリに破れた建物で溢れててんて。ものすごい哀愁が漂う。俺ね、ちょっとこういう街好きで、サイレントヒルとかああいうゲームが好きやったタイプやから、この景観はいいな。はい、と1960年代の全盛期に栄えてた豪勢な作りの建物が今公開されてるらしいから、炭鉱で栄えた街の全力の底力っていうのを見てみたいなというのと、あとは夕張市民の足となって、そして石炭を運んだあの SL 保存されてるやつを見たいなというのと、あと最後にシューパロコ、やっぱり昨日なんや、子供がいる、一クラス何人なんやろ、記念碑が建ってるところをもう一度見に行きたいなと。やっぱりね、シューパローダムっていうのが建設されたことによって、夕張市の中の多くの居住区がね、沈んでるのよ、水に。シューパローダムっていうのが、まあ、シューパローっていう名前もすごいよね、アイヌでそのまんまやもんね。夕張がさ、もともとシューパローっていう地方やったから夕張っていう名前になってるのよ。アイヌ語でシューパリ。パチンコあるんや。パチンコもまた味あるな。シューパローなんやけど、あこが北海道で2番目に大きな湖らしい。なあ、国策として夕張にダムを作ることによって、夕張はそこからの固定資産税ががっつり入ってくるから、まあまあなんとか持ちこたえてるっていう感じやね。まあ延命治療にしかなってないっていうのは正直なところやけど、夕張メロンのイメージしかなかったからさ、夕張がこんな感じになってるとは夢にも思わんかったね。夕張メロン以上にこの街の景観をもっと売っていった方がいいと思うけど、その4箇所を主に回っていきたいと思います。今日のユースホステルの料金の支払いが現金しか受け付けてないっていうことやったから、郵便局はマジどっこにでもあるな。ほんま素晴らしいわ。夕張市郵便局多すぎね。マジで多い。びっくりした。俺郵便局で検索したら東京のコンビニぐらい出てきた。夕張市民のね、数少ない就職先になってる郵便局が。火力発電所を管理してる清水沢コミュニティゲートさんに到着したんやけど、団地アパートのうちの一室らしい。宮の河野23。宮の河野23か。は？違うわ。宮の河野23はこの建物やな。じゃあどれ？営業時間はもう終了してるらしいから。うわ、わかんねえ。わかんなさすぎるな。これかな？ぽいな、雰囲気は。これやな。13時から18時、土日祝。は？ちょい、やめろ。金曜、土日祝しか空いてないや。通りで電話しても出えへんわけや。これお知らせ、絶景ズリ山徒歩5分。すっげえ分かりにくいな。上り口山現在地徒歩5分、車で1分。じゃあ行くやろ。どっち向いてるの？公園が右側に見えればいいのね。公園。警察いるんや。公園。全然分からん。炭鉱住宅街清水沢コミュニティゲート。ちょい、公員向けに建設した社宅なんや。やっぱりここ市営住宅になったと。1960年頃に建てられたのか。そんな感じやな。で、公園さえ見つかればなんとかなんね。あ、ズリ山登り入り口って書いてあるやん。なんで Google マップにズリ山があんね。市内ガイドご予約。ハートついてる。ちょっと見に行きますけど、ほんますごいな。コンクリートなんや、一応。1960年って戦後20年やもんな。やばいな。ズリ山を探してくれ。はい。
北に進みます。はい、大和と郵便局はマジ日本中どこにでもあるな。郵便局は元公営やからまあまあそうやけど、大和は企業努力で全市区町村に支店を置いてるからね。大和すごいよな。はい、釣り山をちょっと見に行きましょう。うわー、ひび割れとか気にならないレベル。釣り山入り口、窓が全部バリケードにされてる。割れんようにってことは、税金は負担能力に応じて、日本共産党金ないやつにこびるからおかしなことになってきてるわ。金あるやつが税金払ってくれてるおかげで日本は成り立ってるんやぞ。どれやねん入り口。清水沢ズリヤマ、変な名前やな。ズリヤマとは石炭と不要な岩石とに選別し、その不要な岩石を捨てるために積み上げた山のこと。スタートって書いてあるけど、もう塔がバランス悪い。どれズリヤマって、これがもうそれってこと。あ、これか、これや。あ、こんなでかいんや。あ、これちょっとすごいな。1段目3段あるってことか。うわ、炭鉱住宅や。むっちゃ人住んでるように見える。うお、これ面白いな。すっげえ、これ人工の山なんや。これちょっと後ろ振り向くんが楽しみやな。あ、もうここですごいな。うわ、すごい、石が黒い。これ石炭でしょ。まだ行く？うわ、すっげえ。こんなに炭鉱住宅あるんや。街並みむちゃむちゃ可愛いな。うわ、レゴやな。青い屋根と赤い屋根の違いはなんなんやろ。すげえ、これが人工の山か。信じられん。これはすごいな。よくこんな山作ったな。お疲れ様。人工のズリ山、60メートル地点。火力発電所あれやな。草木が邪魔すぎる。一番上に来ると逆に景色が見えないな。うわ、素敵これ。ヨーロッパみたいやね、これ。かわいい。うわ、あれも人住んでないの。うわ、ちゃむちゃかわいいな。なんかモノポリーの家みたいになってるな。日本これすっごい面白いな、これ。はい、釣り山終わり。忙しいで。これさ、こんだけ建物建ってるけどさ、夜ここに来たら全然明るくないんかな。やっぱりさっき山の上から見たやつの正体はこれやな。でもちゃんと定期的に車が止まってるから人住んでるんやな。あ、新たに建てたところでって話やけど。でね、ちょっとさっきね、小学校 1,2 年生ぐらいの幼女に声をかけて、もうクラスの人数何人ぐらいいるのかっていうのを聞いたら、1学年29人の小学校6年生まで6クラスあるって。意外と子供多いな。だから6,3,18、全校生徒180人ぐらいの小学校があるらしい。でもね、その幼女はね、29人だけど来月に新たに転入生が1人入ってきて30人になるっていうところまで詳細に教えてくれたから、その子からしたらビッグニュースなんやろね。転入生は小学校1,2 年生ぐらいの女の子に声かけんのってすごい不安やな。あの子の家で多分今日もうね、その話題で持ちきりよ。ヘルメットかぶってる人に話しかけられてみたいな。とりあえずセイゴマートで飯やな。カラーコーンが置いてあるのがすごく気になるな。今日火曜やで、やってないのかな。うわ、むっちゃすごいこの家、やっぱ。何あの連絡通路。入り口はこれっぽいよね。はいはいはい、開いてる。